everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。8月23日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。今日のですねリスナーさんの名前を叫ぶは進撃のメイちゃん。こんばんは。滑り落ちマスクマンでございます。はい、先週はリモートじゃなくてリアルスタジオからお届けしました。リアル放送は最高でした。味噌煮込みスキーとちょっとねごめんなさい、音が今聞こえないので何もわからないです、うん、ダンサーズです。はい、生放送ならではのいろいろがあります、うん、こんな3人がお届けします、はい、今週のテーマは楽器。ちょっとそのまま続けて。はい、今週のテーマは楽器です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも放送しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今週もどんどんメールを紹介していきたいと思います。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、はい、ちょっと後で自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康幸フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町クッシャン芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、まだ先週 のフリーのテーマであるみたいですね。はい、あ、はい、じゃあ、はい、お願いいたします。キウナゴヤネーム沖縄大好きさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、メンソーレ、ようこそ沖縄に。沖縄大好きです。メッセージテーマ、小屋で飼っていたペットのヤギがヒージャージルにされた話ではなくいやー、それはテーマフリー。今日も沖縄は暑いっすね。ふきふき。あ、これ8月16日の話ですよね。うん、本当に暑かった。うん、1ヶ月ぶりの沖縄はいかがですか？先月はありがとうございました。この後の壊れかけのラジオを楽しみにしています。そんな僕は有給を消化しながらお仕事を探したり、ゆったりしています。無事に急募も済ませました。MC への質問クレームですか？お二人がラジオリスナーになったきっかけと FM ギノワンで番組を始めたきっかけはありますか？ということですけど、うん、はい。というかね、あの先週ね、うん、あの王子はですね、うん、あの放置プレイの館からね、出演しましたけども、はい、あのちゃんと喋れてたのかなと思って、皆さんどうでしたか？うん、まあ一応、うん、まあいつも通りの感じにはなってたと思いますよ。あ、そう、うん、あのね、なかなかね、こうタイミング、うん、あのスタジオの方たちのね、うん、こうトークの中にね、うん、こう入るタイミングがねつかめなくてね、うんうん、あの王子どうしたらいいのみたいな感じでねただ喋り出したら止まらなくなりまして、うん、ね、ダンサーズがですね、うん、いつの間にかのカフス上げてて声が聞こえてないっていう。ああ、そうだったの？うん、うん、あのいつものごとくね、うんうん、声が入ってなかったみたい。
ああ、そうだったんだ、うん、でも、なんか私が聞く限りいい感じのタイミングの入りだったけど。あ、そうなんですか。なんか王子狙ってるのかなと思った。いやいや、あのね、なかなかちょっと、あ、はい、づらいっていうかね、タイミングがね、つかめなくって、うん、ね、こう音声もね、ちょっとね、聞きづらい時がありましたので、うんうん、まあ、王子の好きなこと喋ればいいかなみたいな、うん、テーマと全然違うと喋ってた。そうそう、そんで、うん、それよ、FM ギノワンで番組を始めたきっかけ。あ、FM ギノワンでね、うん、これはもともとこの前身の番組がございましたね。うん、で、そこから独立するという形で、こう、旧名古屋がね、新しくね、うん、やるようになったんですけども、まあ、もともと、ラジオ好きな、こう、リスナーさんが集まってですね、番組をやろうっていうことから始まりましたね。で、そこの中に、うん、名古屋からの中継という形で参加させていただきまして、うんうん、現在に至っております。ごめんなさい。今違う。あ、どうしたの？今笑えてきてごめんね。はい。そしてですね、はい、じゃあ私のきっかけ、ラジオリスになったきっかけは、まあ、もちろん前身の番組ね、そのフリムラジオのこともありますけれども、うん、まあなんかもうやめようかって思ったら、なんか意外にこのダンサーズもマスクマンもノリノリだったから、なんかその勢いでついてっちゃいました。うん、うん、まあまあっていうのが、うん、まあ旧名古屋のまあそうです、ね、きっかけというか ね、まあ、ね、まあそんな感じですか ね、 すね。はい、そして続きがあります。はい、クレームがあります。ふんす。え？ふんすって書いてあるの、うん、毎週火曜の22時の30分放送、22時の30分放送、バシバシ最高じゃないですか、バンバン。おなんか絵文字っていうか顔文字がいっぱいあるの、はい、で、火曜日の楽しみが増えたじゃないですか、もう虜になりましたよ、楽しみすぎて仕方がありませんって、クレームじゃなくて褒め言葉やないかいっていうことです。あら、まあ、ありがとうございます。虜になったのはやっぱりこう王子のことが好きになっちゃったってこと、うん、え、また違う、それは。まあでもね、楽しみすぎてだからいいんですよ。あ、そうですか、うん、楽しみすぎてですから、ね、これからね、まあ私はですね、いつも言うように、うん、はい、きっちりかっちりのね、放送を心がけておりますので、まあ、ね、皆様がよく言う、こう、滑ってるねっていうことはないと思いますけどもね、うん、まあ、お黙り。あれ、うん、まあ、こういう形でね、あれですよ、おしゃべりしますので、皆さん聞いてくださいね。ね、はい、シュプリームさんがね、ツイキャスで、2週間ぶりに王子の、顔を拝まして、嬉しい限りです、棒読み。あ、ありがとうございます。もう今日はね、もう最近ね、ちょっとね、毛穴が開いてましてね、うん、もう汗がね止まらないからね、今日もね、タオルをね首にかけてね、うん、放送させていただいてますけども、はい、もう分かるかな、ちょっとね、ちゃんと別にあれですよ、ここが熱くてっていうわけじゃないんですけども、うんうん、なんかね、一回毛穴が開くと、うん、こう発汗性が良くなるっていうのかな。汗が、そうそうそう、汗が止まらないんだよね。滝のように出ちゃって本当本当に。まあ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 、このスタジオもね、結構暑いですけどね。いや、まだ快適です。まだ快適そうね、はい、どうしてもやっぱりね、こう換気してるんで、うん、冷房が効いてるような効いてないようなですよね、うん、これでね、汗が出てきたらね、うん、王子の体も大変ですよ、もう本当に。ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、よかった、ちょっとトラブってまして。ああ、どんどん、はい、聞こえるようになりました。あ、本当、全く音が聞こえません。まあまあ、生放送あるあるですからね。はい、はいはい、では続き読みますね。はい、ダンサーズさん、みそさん、今夜は多分登場しない、あ、これごめん、先週のメールです。摩擦抵抗ゼロ、はい、エクセレント滑り王子、ゲストのお二人さん、おコンバースデー。コンバースデー、ごめんね。そう、ごめんね、先週読む予定だったからさ、ここでコンバースデーってなるとこだったんだけど、ごめんね。ね、あとね、うん、王子がいないじゃなくてね、うん、ちゃんとね、登場しましたよ。ね、うん、多分登場しないって思ってたけど、登場しちゃったっていうね。その辺は抜かりないですから。抜かりないね。はい。エシプリームさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今夜の放送の時間帯は、お盆休みを終え、都内の自宅からひまわり畑で撮影をして、残りわずかとなった夏山生活に戻る途中になるかと思います。もう戻っちゃったのかな、夏山生活に。うんうん。さて、お盆が終わると、夏の終わりの声も聞こえてくるわけですが、
そうなると気分は冬、気が早いと言われそうですが、11月下旬にはスキー場がオープンし、雪山生活にイン、春に予約した新しいスノボが届くのを待ち遠しいです。あ、その前に沖縄行きの予定を立てなければ、今年も残り3分の1となりますが、スタジオの皆さんは何かウキウキするような予定はありますかということです。ウキウキするね。うん、まあね、あのまた名古屋もですね、うん、あのちょっとコロナが増えてしまいましてね、はい、あの王子が、ね、出かけたいなと思うところがね、なかなか行きづらくなってね、うん、ウキウキしてる気持ちはあるんですけども、うん、なかなかね、あの、足が向かないというの、はい、うん、でまあ、そういうような感じですね、まあ、皆さんがあの想像つくようなこうネオン街ってことですね。うん、ごめん、ブーンって棒読みになっちゃった、こっちも。ウキウキすることか。あれ、シュープリームさん、あれ、前はあのカメラなんかのその、あ、写真はね、いろいろ、ね、あの防衛の、あの、先々週もすごいひまわりの畑の素敵な写真を。機材をね、うん、買おうかなって、今、こうスノボの新しいの。うん、うん、何、何、何、あれ、スノボの新しいのが来るの。ね、あ、そう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 、スノボーだから冬は雪山、うん、いいですね、いろんなね、うん、そういう浮き浮き感がね、ね、あのあっていいですよね、うん、ね、自分の、ね、好きなものはこうどういったものがあるのかなとか調べるのも楽しいですし、その購入することもねできればね、でもあれですね、うん、冬山に行く前に沖縄に行く予定立てなきゃってことは沖縄に行かれるってことですもんね、うん、うんうんうん、そうですね、え、浮き浮きする、はい、ダンサーズ浮き浮きすることありますかね、予定終わっちゃったんですか、ね、終わっちゃったんですよ、まあ、まあそうだね、そうなんですよ、ウキウキする予定が終わったから次のウキウキ探さなきゃっていうところですね。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、はい、ラジオネーム那覇のしんちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。先週いただいてます、沖縄にいらしているんですね。ツイッターから楽しそうに過ごされているのを拝見しました。今日のテーマフリーですが、沖縄に来たらこれを食べないと帰れないっていうものはありますか？沖縄に引っ越してくる前は、沖縄に来たら沖縄そば、ジューシーエンダーのルートビア、ブルーシールの紅芋ソフトクリームは絶対に食べたかったです。おすすめの料理や食べ物があったら教えてくださいっていうことです。うん、うん、そう、私エンダーのルートビアフロートを必ずと言っていいほどいただくんですけど、うんうん、今回はちょっとうまく日程が合わなくて、あーもう無理かなって思ったら、うん、宮古島にもエンダーがありまして、うん、空港で最後の最後に食べて帰りました。美味しかった。あれでも、うん、びっくりしたの、宮古島のエンダー、うんうんうん、空港ですけども、うん、沖縄そばがあるんですよね。ほら、そう、しかも生ビールも飲めて、生ビールも、生ビールも飲んでないですけど、生ビールも飲んでる人がいた。うん、あ、でそれに驚きましたよ。そばも食べれる、宮古そばが食べれるエンダーっていう、うん、そして、安定のルートビアのおかわりができるので、そうそうそう、空港でルートビアのおかわりをしました。あら、あのジョッキーで出してくれた。そうそうそう、なんですよ、ね、あれはちょっと驚きです。なんか那覇って割とそんなおかわりができるイメージなかったんですけど、うん、宮古島はできるんだと思って。那覇空港って紙コップじゃないですか ね、確かそうですよね、うんうんうん、ちょっとあれは嬉しかったですね、うん、はい、あれができるのがいいですね、おかわりができるのが ね、あ、でも王子ルートビア飲むっけ。一回飲んだことありますね、うんうん、どうでした。いや、あれってちょっと甘くない、うん、甘くないってルートビアだから、うん、まあ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 ですよね。コーラの仲間っちゃ仲間だし、うんうん、こう泡がこうぐじゅぐじゅっと、ね、なんかぐじゅぐじゅってぐじゅぐじゅって、そのね、王子はあれなんでね、アルコールがあるビアの方が好きだからね。まあね、で、ね、うん、あの大体ああいうの飲むとこの口周りにこう泡がつくっていう ね、はい、だから泡なし飲んでんですよ。そう、泡なしのって言ってたもんね。あ、そうそう、カープボーイさんがさっき、ピープルウェーブでっていうあのラジオ沖縄の番組、ホテルのクーラーが壊れていて、はい、みたいなこと言ってたけど、はい、結構長いこと言ったみたいだけど大丈夫だったのかなって心配してくれてます。滞在してたところがバラバラでして、ね、最初の2泊がそのエアコンが効かなかった。あ、そうそうそう、本当にエアコン効かなかった。暑かった暑かった、あそこはと思ったらその次の次の日ぐらいだったっけ、次の日だったっけ、凍えるような寒さだったっていう。めちゃくちゃ効きすぎて、うん、ねえ、寒かった、あそこ寒かった、うん、あのだからあの格差ね、うん、うんうん、
はい、そんな話をしてますけれども、はい、CM 行きますね。はい、はい、CM です。はい、キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817、 東海協和まで。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010。ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。今週のテーマのね、楽器でいきたいと思います。はい、はい、はい、銭形警部からです。ありがとうございます。学生の頃から音楽の授業で楽器を演奏することは苦手で、音符などを見てもさっぱり分からずのちんぷんかんぷんなんです。そんな私でも、うちなんちゅうとして生まれてきたからには一つだけマスターして楽器を持ちたいのは三線ですね、うん、あの音色を聞くと沖縄らしく癒される感じがします、ということでございます。はい、まあそうですね、あの三線やられてる方多いですもんね。うん、まあ王子はですね、うん、まああの分かる方には分かるんですけども、まあ自称ですけども、あの、うん、まあ、一応こうね、ネーミングとしてね、あの滑りタンバリン奏者と言われてますけども地獄を見るわよ。あの結構タンバリンやらせるとね、あの、うん、上手っけ。いやいや、タンバリンをやリューティーさんの前でやった時に武美さんに、うん、タンバリンを取り上げられたっていうね。そうですね、うん、とってもね、上手にやってたのに ね、 お客さん、観客がこうやる楽器を取り上げるっていうのはなかなかないと思うのよ。なかなかないですね。多分聞くに耐えなかったんだろうね。え、ひどかったね、あれ見てたんですよ、ね、ひどかったんですよ。あ、そう、あれね、うん、とってもね、上手にできててね、うん、
なぜ今撮るみたいなね、うん、たけちゃんそれやめてよみたいな、うん、もうそんな感じでしたけどね。入られなかったんだよね。じゃあちょっとこれ入れますよ。王子滑ってます。タンバリンも滑ったの、うん、タンバリンは滑ってたよ、もう間違いなく。滑りタンバリンって言われてたじゃん。そうそうそうですね、はい、びっくりしましたあの時は。いや、沖縄大好きさんが楽器、高校の頃は音楽の授業でギターを触ったことあります。ちなみに家は三線とミニキーボードがありますよということです。うん、うん、やっぱり三線がお家にある方が多いわけですよね、うん、沖縄の、うん、ね、うん、ね、家庭では。あ、そう、カープボーイさんはね、うん、僕は三線を始めて今家に三線が4本あって、そのうちの3本は黒木の三線で、また1本欲しいのがある、どうしようって4本目を、うん、ね、やっぱりあれなんですかね、うん、4本持ってて、うん、もう1本欲しいってことかな、うんうんうん、すごい、うん、やっぱりあれですか、いろいろその、グレードって言っていいのかな、その、うん、ね、お値段が高いのから、あのお安いのからっていう、うん、そういういろいろランクあるんですよね。いやいやいや、だって本当に基本ハンドメイドですよ。ですよね。いや、うん、でも本当に値段、うん、ピンキリですよ。値段で言えば本当に、うん、ピンキリです。もう初心者のから本当にすごい、ね、うん、職人というかが作られた方のもあれば、うん、そうですよね、すごいです。もうキリがないですよね、うんうん、まあ、王子一言言わさせていただけるなら、まあ、あの、まあ、高級なタンバリンであろうが百均のタンバリンであろうが私は演奏します。あんまり音色変わらないと思うんだけど、もう、うんざり、ね、はい、あの、なんか、うん、あの、今なんかあれ考えてた、こう、うん、ね、あの、私の言った言葉に対してね、水ちゃん、こう、リアクションがね、うん、とっても薄かったからね。うん、ああ、いやいや、今ね、カッポーイさんのね、リアクションでね、ちょっと、いや、ごめんね、じゃあ、カッポーイさんの、その、ツイキャスのリアクションをすごい見てて、はい、私がいろいろ違うのがあるかな、しかも欲しいのが黒付け、黒付け？黒、さっきの黒木じゃないのかな。黒付けか。だから、多分20万以上はするんだよねってことだ。あら、うん、そうですよね、うん、まあね、手作りでね、あれだと結構高いですね、うん、この土の柄の部分なんかでも ね、あのあれは大体この木材になるのかな。あ、もうギネスさんがほら、うん、王子は重ねたでいいよって、うん、重ねたうん、タンバリンじゃなくて重ねてでいいよって。重ねてもなかなかいいですよ。うん。うん、ね、ただどういったね、重ねてのね、うん、こう、音色がいいかわからないんですけども。ギネスさんあれですよ。楽器ね、うん、普段から近所のライブハウスで飲んでるのに楽器やる気にならない自分。ちなみに、弟はプロのトランペッターって。もう全然。弟さんが。レベルが違いなんじゃないですか。ねえ。すごい。うん、あの、いいですよ。あの、弟さんとこうコラボをしてね、一緒にこう演奏させていただいてもね。いや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 、うん、それは頼まれてないからやめた方がいい。あ、頼まれてない？頼まれてない。はい、じゃあメールお願いします。はい、メールいきます。はい、いつもつむつむみそさん。はい、いつもつぶつぶ。入ってちゃった。ツアーズさん。はい。いつもつるつる滑り王子さん。はい、はい。こんばんは。千葉から葛飾のチンです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は小学校の頃からコントラバスを、社会人になってからチェロを始めて、両方ともオーケストラで弾いています、うん、演奏会も多く乗っており、先週も今週も演奏会があります。あら、すごいじゃないですか、うん、すごいもうセミプロの域ですね。そうすると、ね、楽器をやってると普段なかなか接することのない人とも一緒に演奏することができるし、その後の飲み会でさらに親睦を深め、ノーミュージック、ノーライフです。おお、いいですね。ね、まあ、ね、まあ、そういうね、演奏会があった後のそのね、飲み会なんかもね、一つの楽しみですもんね。うん、打ち上げですよね。いいですね。うん、やっぱりね、なかなか王子の場合、うん、そういう、音楽関係と接することがないもんですからね、うん、ただそういうふうに参加したところでこう排除されるっていうそう、たまたまさ、うん、ね、参加したら取り上げられたと、まあ、あれですよ、また違う、ね、うん、そのイベント会場でリューティーのね、うん、知ってる、ヒカちゃんはちゃんとね、うん、アイコンタクトでね、王子にね、うん、タンバリンを渡すんだよあ、そうだったんだ。そうだよ。ヒガちゃんくれたのにタケちゃんに取り上げられるっていう。そうなんです。
すごいね。ちゃんと分かってらっしゃるからね。あのね、うん、タンバリンはくれるんですけども、あの、タケちゃんに取り上げられるっていう、うん。そこはナイスリューティーコンビの技じゃないですか。うん、そうなんですね。ね、まあ、ただ、はい、ヒガちゃんとね、あなたが2人とも滑ってたかもしれないよね。ヒバちゃん、ヒバちゃんじゃって、ヒガちゃん、ヒガちゃんが巻き添えになってる。はい、メールお願いします。巻き添え滑りです。ちょっと滑り巻き込む事故で、はい。ありがとうございます。はい、はい、続いてですね、はい、シュープリムさんからです。はい、ありがとうございます。え？テーマ楽器？すごいな。テーマが、あ、楽器、あ、そうですね。ああ、楽器楽器しました。さすいずら覚えるほど、星野源さんが羨ましいです。ああ、そうだね。王子もそう思うもんね。そっちの方行きちゃった。いや、でも、源さんのファンからしたら、ねえ、楽器さんにっていうやつですよね。あ、まあまあまあ、まあ、ね、どっちの見方もありますけれどもね。だって、目覚めたら隣で、楽器が寝ているんですよ。うん、朝の臭いくじでチューされても、楽器なら全然。全然 OK ですね、王子って。そら OK に決まってるじゃないですか。全然大丈夫ですよ。何の話だ、うん、え、あら、もしかして楽器ではなく楽器でした。はい。そうなんです。はい。沖縄で買った三振。よかった、今さ、この内容で終わるかと思って。うん、はい、ごめんね、話残しちゃった。はい、はい、はい、沖縄で買った三振も、数年前衝動買いしたエレキギターも、弦が緩くなり、部屋の片隅に放置プレイ。あら、王子と一緒。放置プレイ仲間が、ね、うん。でも、幼稚園から小学校6年までピアノを習っていたし、小学生高学年になってからは、月謝の持ち逃げ。ああ。はいはいはい。高校大学はバンドを組んでギター、ベース、キーボードをやったりしていましたね。今じゃもっぱら、ホラーを吹くだけなんです。あら、まあ、ホラーも一種楽器でございますので、うん、どんどん吹いてください。王子も一緒ですね。楽器、そう、吹く違いだけど。ねえ。でも、シューリングさん、あれですね。器用な方ですね。ね。ね、いろんなね、楽器がね、できるってことで。ツイキャス来てますね。はい。ギネスさん、はい、王子はカスタネットでいいよ。さっきそう言ったのよ、カスタネットでいいよって。だけど、ほんとさ、うん、いいよ、カスタネットで。トライアングルでもいいよ。あのね、はい、もう楽器を出してですね。ということで、もう時間でーす。来週のテーマは部活、サークル、学生時代の部活サークルエピソードをお願いします。この番組は、芋掘りイベントは、八重瀬町ぐっちゃ芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之、フリージアの花、ウェブサイト制作、システム開発は、名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト、FMJG、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございます。おまけコーナーもよろしくお願いします。閉店ガラッ。